上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。食べるラー油を入れずに甘辛味ファミチキプレミアムフランスを食べたいと思います。うーん、40周年なんだ。そんなに経ったんですね。自分はまだ何年かかってるのかな。まだ10年行ってるかいないかぐらいなので。チャンネル登録よろしくお願いします。すごいですね。今このシートに乗ってみました商品の商品、まずはプレミアムフランクからのメンベスソーセージデカいつものフランクフルーツのジャンボだけど、これはさらに伸ばします。これは噛み応えありそうです。ではいただきます。次にこれいつものホットドッグ、ホットドッグはまた違うのかなって思います。ラストグリーンラー油おにぎり、辛いの連発かな。これはどこちょっと中身は見えないですね、このままでは。ではいただきます。ではジャンボフランク以上に大きなトップスーツを入れて、外側はカリッとしていて、中もふわジューシーな肉汁が溢れていました。噛んだ瞬間にすぐに出てくるのはとっても良かったです。食べ応え満点のものになりましたね。次の甘辛味ファミチキは、やっぱりレッツキスのホットのファミチキのジャンルなんだかよく分からなかったですが、結構辛みの方が強かったですね。なんか噛んだ瞬間にくるくるような辛さで、あーってなってくるような気がします。なので辛いのが苦手な方は食べない方がいいですね。で最後こちらの食べるラー油むすびは、こちらも辛いんですけど、なんか辛さの中にもコクがや旨味がある辛さでしたね。ただ辛いんだけど、ね、どこか旨味も感じられるそんなラー油でした。食べるラー油はご飯に合うかよく聞きましたが、それまさに当たってるのかもしれないですね。でも自分はやっぱり今回の中でこのプレミアムフランクが一番美味しかったので、これを代表。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。